で、職場のじゃあ健康管理の現状として、どういう対策が取られているのかということですね。女性の就労継続、これを支援したいというときに、均等法から約30年ですが、先ほど私がずっと長年やってる、いわゆる母性ですね、妊娠出産に関わるところの、これが義務化されましたので、これについては企業も放っておかずに推進してくれるようになりました。まだこれも100%とは言えません。まだまだ、妊娠出産に苦労される、妊娠中の女性従業員、出産後の女性もたくさんおられますので、これもまだまだ取り組まねばならない現状があります。で、それから2番目、これは女性に関わるところもですね、労働基準規則等の改正が、この10年ほど結構活発にありますので、女性が働きやすい、女性が働いても、有害作業にですね、不用意につくことのないようにと、こういったことが企業で取り組まれていますかということの見直しをかけていただいております。それから3番目としては、健康増進法絡みもありますが、メタボ指導というのはですね、これは、健保さんもコラボヘルスということで非常に力を入れておられますが、こと本当に女性に合わせた、女性の特徴をちゃんと掴んだ、いわゆる健康政策が取られているのということを考えたときには少し疑問だなと思っております。ですので、キャリアを積み続けた後の更年期女性の健康管理というのはどういったことが提供できるんだろうというお話を今日皆さんとぜひ一緒に考えたいと思っております。で、妊娠出産に関わるリプロダクティブヘルスの健康課題というのは、これは私なりに年代ごとに、あるいは労働との関連でということで整理した図ですけれども、妊娠出産は割と労働との関係が、論文等々、あるいは現場での対処の仕方、こういったのははっきりしてきております。あるいは化学物質との生殖影響のある有害作業、これも整理はつきやすいです。で、月経障害についても、これが実は私が一番取り組みたかったところなんですが、これから先ですね、右の方にありますような生活習慣病、更年期、骨粗しょう症、こういったところが女性ホルモンとの関連というところで、まだまだ、労働現場では十分な研究対象にもなっていないし、実際に働くとどうなるのってところはですね、その視点で、こうですよって言えるものが数少ないと思っております。ただですね、右の端の方にありますように、性感染症とか性行動、こういったことは非常にプライベートなことですので、職場では取り組めないけど、我々産業保健スタッフは知識を持っていないと、いざという時に助けてあげられないという意味では、十分に勉強しておかないといけない分野というふうに思っています。で、昨今、乳がん、子宮頸がん、これはですね、働いている女性、特に40代前後で一番、罹患されると、長期にわたる、パフォーマンスの低下ということがですね、出てきますので、ここに対しての企業の取り組みっていうのは、随分、注目されるようになってまいりました。で、更年期、これが労働生産性を下げるのか、これは経営者にとっては、重大な関心事項かと思いますが、労働衛生の基本っていうのは、左のように互管理、これは厚生労働省の管轄ですけれども、作業の環境を管理する、あるいは作業を管理する、あるいは健康を管理する、それから労働衛生教育をする、そして統括管理する。こういった互管理という言葉がありますが、これは業務によって更年期症状が影響を受けるのか。業務によってというか環境によって受けると私は思います。というのはですね、更年期で一番多いホットフラッシュ。急に頭がカーッとなって汗がボタボタ出るんですけど、こういった状態っていうのはクーラーのかかってる部屋でさえ大変です。これがましてやちょっと暑い環境であると、もう本当にヘトヘトになるぐらい大変なことになりますので、働き方というよりは働く環境というのは非常に影響するのではないかなというふうに思っています。それから右の先ほど言いました健康経営の注目ですね。経済産業省の方では、経営者の方に、やはり会社の業績向上、あるいは企業価値の向上に、健康第一、安全第一だけでなくてですね、健康第一ということを、企業の方針に掲げたらいいですよということを、認定事業としてやってるわけですけれども、労働者の生産性向上に寄与するかっていうところでは、更年期症状があると労働者の生産性は下がるのか。こういったことを世の中がですね、やっと考え始めてくれるようになりました。じゃあ、就労継続する女性たちに、
これからもずっと元気で生き生きと働いてもらうためには、どんな健康政策を取るんですかってことですね。じゃあ、その労働生産性っていうのは、何を指標として見ることができるんでしょうかということですが、一番にはその勤怠が良好であれば、これはもう間違いなく生産性向上というか、まあ、最低ラインかもしれませんけれども、しっかり働けるという状態であれば生産性が落ちるということはないはずです。健康に関してはですね。で、月経というのは、女性にとっての日常ですから、この月経関連症状が障害でなければ、これはわずかな変化ということでは、生産性向上に決してなすではないということです。ただ、次の段階ですね。病気の影響で生産性が低下してくるかどうか、プレゼンティーズムという言い方をしますが、月経関連症状、あるいはこれも更年期の症状ですね。こういったことで日々悩まされるようになり、休みがちになり、あるいは仕事中でも集中力をなくす。先ほど言ったように、汗がポトポトっと落ちる環境では、とても場合によってはですね、やっておられる仕事によっては、汗が滴り落ちたら製品に影響を与えるということでは、とてもじゃないけど、こんなところで私、今日働いていいのかなってことになってしまいますから、多少なりとも生産性の低下には、陥る可能性があるということですね。これをどうしてあげたらいいのかということです。それから、アブセンティズム。これは病気休業で生産性ゼロということになってしまいますが、生理休暇。これはですね、法律で決められたものがありますが、この、ちょっと脱線しますが、生理日の就業が著しく困難だというのが、法律の条文として、生理日のって書かれています。で、ただ私はですね、実際はこれは生理日、いわゆる月経のある日だけじゃなくて、前後、月経前症候群というのもありますし、月経によって気分が不安定になる、いろんなことを考えたときに、生理休暇っていうのは本来的には月経のその日だけじゃなくて、本当は更年期っていうこの生理現象もですね、場合によっては休暇があってもいいんじゃないかな。この法律、そろそろもう変わっていかないといけないんじゃないかな。これはもう化石の条文と言われてまして、昭和22年に作られたままなんですね。その当時と女性のいわゆる衣服だったり、働き方、いろんなことがもう時代が違います。ですので、今の時代に合わせた生理休暇っていうのは、そろそろ考え直した方がいいんじゃないかなっていうふうに私は密かに思っているところです。で、ちょっと脱線しましたが、この更年期障害ということで、診断書に更年期障害であるので、休んでくださいっていう診断書が出てきたことは、かつて私は受け取ったことはありません。更年期障害という診断名だけで休めるのかってことはですね、これは大きな、課題というか、そういう認識に、医学的にも至るのかどうかってことですね。ただ、面白いことに保険に入ろうとするとですね、保険がいろいろ健康状態を聞いてきますよね。過去5年間に、心筋梗塞とか糖尿病と言われたことはないかとか。その中に更年期障害っていうのもあったような、実は保険もございました。なので、更年期障害っていうのは本当に障害レベルであれば、決して働けるほど、簡単ではないですよ。障害なんですよ。しんどいんですよってことですね。やっぱりみんなで共有していかないといけないのかなと思います。で、ただですね、更年期を職場で対象とする難しさがあります。労働者本人、女性もですね、これって更年期症状なのかな、大体閉経ってそもそもいつなのかな、で、検診見てたらわかるのって思いますよね。で、検診では残念ながらわかりません。で、産業医もですね、ですので、まあ本人も職場もなんかこう困ってるような気配があるんだけども、検診結果を見ているだけでは誰が困ってるのかっていうのは出てこないなと。もちろん本人さんがですね、更年期の症状、自覚症状のところにずらーっと並べておられたら、この人大丈夫かなってことでお呼び出しすることはできるんですけども、なかなかその検診の事後措置としては、お呼び出しするのが難しい。あるいは健康相談に気軽に来てくれるかっていうと、更年期の話って産業医の先生と話してなんか解決するのかなって多分女性の方は、疑ってることの方が多いんじゃないかなと思いますよね。で、それから上司や人事の方、会社側の関係者はですね、あの人どうも更年期でしんどそうだよねと。でもなんか声かけていいのかな、下手に言ったらセクハラって言われないかな、いろいろ心配しておられます。ですので、なんとかしてあげたいなと思いつつ、どう声かけたらいいのかわからない。他にも問題を抱えた人っていっぱいいるんだよね。
更年期ってでも別にほっといてもいいんじゃないの、いろんなことをですね、診断書として見たことない人、先ほどの話ですね、診断書として更年期って見たことないから大したことないんじゃないのってみんな思ってるわけです。でも実は下に書きましたように、一番が更年期問題はメンタルヘルス以上にデリケートな話題です。それから、2番目の職場においてですね、職場で扱える根拠となるような労働衛生関連の法律がありません。ですので、我々産業保健スタッフっていうのは基本はまず法律に基づいて動くわけですので、法律になってないものっていうのはなかなかアプローチが難しいと、多分先生方よくご存知と思いますけど、メンタルヘルスも最初は取り掛かるときってなかなか抵抗がやっぱりあったんですね。私も、20年30年前の初期の頃の産業活動っていうのは、まずうつの方、これは診断書としてうつ病って書いていただくのも非常に実は難しくて、精神科の先生方も、胃潰瘍って書いてこられたりですね、全然違う病名書いてこられるってことは結構初期の頃にはございました。ですのでこういったことが社会問題化してきて労働現場で扱われる最初の過程が、まだまだこの更年期の問題は今からなんだろうなというふうに思っております。でこれはですね、更年期用症状と職場の QOWL ということで、私の方で仲間とですね、ある事業所において直式のアンケート調査ですけども、少し女性労働者のことを聞いてみました。そうすると、一つ目がですね、更年期用症状のある労働者の方は、自覚する健康状態が悪いと QOWL もですね、低下していたと。生活の質も、あるいは、働き方の質も落ちてしまうということですね。あるいは、更年期用症状に対して治療などの対処行動がある方、対処行動をとっている方はですね、更年期の自覚症状が低くて健康状態も良くて、QOWL への影響も低い傾向にあったということで、ちょっとすみません、このデータの右一番下はちょっと違うのを貼り付けてしまいましたので、別のに差し替えないといけないんですけども、そこだけちょっと間違っております。で、こういったデータっていうのはですね、結局聞いてみると症状はあるんだけども、更年期症状として自分が対処しているかどうかっていうのは非常に影響が大きいんですよということをですね、分かっていただきたいというデータです。で産業保険において更年期女性の対策の困難さっていうのは、1番目としては更年期閉経時期の健康状態を今の健康診断ではどちらかといえば後手に回って十分に捉えられないと。でそれから何らかの健康教育は望ましいんですが、更年期女性を対象として呼びかけることの困難さがあるということですね。それから妊娠中の母性と同様、更年期というこれは特別な健康状態です。生理現象ですので、一般的には健康なわけですけれども、特別な健康状態であって、障害レベルに行くかどうかってことが、ここが、治療が必要かどうかということですけれども、就業配慮って何をしたらいいかということが想定しにくいという問題があります。で、更年期女性のメンタルヘルスということで、これは私も実感しましたし、他の何人かもこういった話をして、これの学術的裏付けっていうのはまだちょっと十分に検索できていないんですが、抑うつ感です。これがですね、ふとよぎるんですね。ふっと消えてしまいたくなる。もうどうでもいいっていうふうに思えてくる。あるいは急に涙がこぼれそうなほど虚しく感じる。でこれはうつ病の症状としてはずっと続いていれば、あ、うつ病だから病院行きなさいって言いやすいんですね。でもうつ病ほど長くないんですね。浮かんでは消え、浮かんでは消え、あれ、さっきまですごくもうなんか虚しいと思ってたけど、あ、まあいいか、なんかね、普通に生活してる中でこれが起こってくるんですね。でこれって何なんだろうなと。で更年期っていうのは女性ホルモンが、律動的にこうリズミカルにしてたのが不規則に非常にこう変動が激しくなってくるわけですね。この変動の激しさゆえにこんなことがふと起こってくるのかなと。これって結構でも辛いんですね。本当になんだかもう虚しくなって、私なんかどちらかという、陽気に考える方ですけれども、ああもういいか、このままどっか行きたいなみたいなことがですね、あれあれって気がつくような形で、症状として現れてくるんですね。ですが、うつ病になるほどひどくはなりません。これも何か関連があるのかなってことですね。で、
更年期のうつ状態っていうのは、更年期における精神神経症状の一つであって、うつ病という見方だけで対処することが困難ですってことですね。で、更年期も障害であれば就業困難ですし、セルフケアによって症状が緩和できるんであれば、パフォーマンス低下程度で済むかなと。で、まるっきりのその支障なしということは、まあ、全くの生理的現象で済ましてしまえるのかなと。ここがですね、どのくらいの割合で皆さんがそうなってるかなということが、職域でもう少し研究がなされるといいのかなと思います。で、更年期女性における更年問題ですけれども、まさに就労世代に生じてきます。で、閉経後の時期は、これからの雇用延長の時期にも当たります。更年期症状というのは生理的現象ですが、個人差も大きく、嵐が通り過ぎるのを待つというような意味合いで言われることが多いです。ただ、私はこれは違うと思っています。それを少し今からお話しします。見えてる風景がそれぞれ違うんですね。で、一番下に書いてますように、更年期をただやり過ごす、耐え忍ぶ、嵐が通り過ぎるのを待つということではなく、峠越えとしての生涯にわたる健康管理の必要性というのを理解していただきたいなと思っています。